お疲れ様です。ネギセです。今日は舞茸が食べたくなっちゃったんです。秋なんです。キノコが食べたいんです。ということで舞茸を使ったクリーンパスタを作っていきます。なんと今回具材は舞茸だけということで、まあ香り付けでニンニクを使っていますが、他は舞茸だけで。いや、キノコってうまいですよね。僕大人になってからキノコの良さ気づいたっていうか、やっぱりお酒を飲むようになってからキノコの良さって気づくんですかね。まあ大人になってから子供の頃嫌いだったものが好きになるものって結構あると思うんですけど、僕結構特殊でカレーライスなんですよね。カレーライスがそんな好きじゃない子供って珍しくないですか？なんか給食の時のカレーとかも別にそんなって感じだったんですけど、大人になってからカレーうまってなってます。いや逆なんよな。逆、いやカレーは逆とかないか、別にいつでも楽しめるやつか。皆さんの苦手なものだったり克服したものあればコメントしていただけると嬉しいです。僕美味しく作ってみせますっていう雑談をしていたらもう完成です。舞茸を使ったクリームパスタ、それでは早速いただきます。舞茸を別のフライパンで乾煎りした後バターでカリッと揚げた、これが最高なんです。